今回は絶世の美女を妻にしていたあの外交官、彼の名前は陸奥宗光、カミソリ大臣と呼ばれ、不平等条約の改正に尽力した彼ですが、奥さんが綺麗すぎたんです。その奥さんがこちらの陸奥良子。駐米大使となった夫と渡米した際には、その美貌と聡明さからワシントン社交界の花と呼ばれたとか。もともと芸者さんとして名を馳せていた彼女は、その経験から得た立ち振る舞いが外国人からも好評だったのでしょう。才色兼備、最強の奥さんです。歴史の裏話を発信しているので、チャンネル登録をしてお待ちください。